そこにいたら直にその描いてる姿見れるんで、どういう風に描くとかはいろいろ見ておきたいと思います。ものが生まれていく一つのね、一種のパッションみたいなものをね、そばでね、受け取って感じてくれれば、それはそれでいいなと思って。